NPO サチハウスという富士にあるところの、団体の方が制作された死生観を語るためのツールカードになるんですけども、49枚のカードがあって、そこのカードには日本人が死を前にした時に大切にしたいと思われるだろうと言われている内容が書かれているんです。例えば美味しいものを食べたいとか、記念写真を撮りたいとか、信頼できるお医者さんがいるとか、なんかその死を目前にした時に大切にしたいと思うその内容が49個書かれていて、そのカードを使ってみんなで自分が死を前にした時に何を大切にしたいですかっていうふうにみんなで語り合うため の、 そのものなんですね。はい、父を最近亡くしたんですけど、今年の4月に父と主人と3人でそのカードをやりました。なかなか意外と家族は勇気がいって込み上げるものもあるし、本音で、ね、語るのも恥ずかしいとか多分あると思うんですけど、でも一番はご本人とご家族が悔いのないような語り合いをサポートできるのが一番だなと思っています。意外と本音で語れないから、本当に産んでくれてありがとうとか、あとちょっと昔こういうこと嫌だったとか、そういうのでもいいから、ちゃんとこう向き合って話ができるそういう機会を作れたらいいなというふうには思ってます。でそうなることで、なんとなくこう思ってるだろうってみんなお互いのことをお互いに想像の中でコミュニケーションって取ってるんですよね。普段からこの人はこういう人だからこういうふうに考えるだろうって確実性は全くないのに、夫婦であっても親子であってもこっちのもう想像の中でコミュニケーションを取ってることが、こういう対話っていうものを通して、あ、そういうふうに実は思ってたんだなってっていう、ちゃんと言葉にして伝えられることで、そこが確信に変わるし誤解が解消する。対話会っていうのは相手の話を否定もせず批判もせず、そして肯定も無理してしなくていいから、ただ聞くってことが大事で、それが意外と日常生活できてないんですよね。本当にただ相手の言葉を受け止める、自分の言葉も相手が ただただ受け止めてくれるっていうのが対話。その上でじゃあ何が生まれていくかっていう、新しいじゃあ2人の間で、例えば A っていう考えだ、 B っていう考えだ、でそれは違う考えだけど、でもその先に C っていう考えの中で2人がこうまとまって、そこで共通点が見つかるみたいな、それが対話の力だと思っていて、それをご本人を通したご家族との間がそれができたら、まあ、いろんな誤解だったり、いい関係のご家族の場合はより絆も深まるし、なんかいいのではないかなと思っています。今の時代が死っていうものからあまりにも離れてしまって、触れてはいけないものとかタブー視されがちだと思うんです。まだまだ必ず死はその目の前にやってくるのに、そこに目を向けずに流れるままにただただ生きているっていう時に、何か問題が起きたりトラブルがあった時に、それを解決するために迷いがすごく生じてしまうのではないかなと思うんです。その死生観を持っている人って強いんですよね、やっぱり問題が起きた時に。だからそれはすごく思う。人のいろんな意見に惑わされたりとか、人の生き方に惑わされて自分がぐちゃぐちゃになるではなくて、自分の人生を最後までこう生きるんだって思って、なぜならもういつか私は死ぬわけだからこう生きようっていう風になっている人っていうのは、いちいちそういうところ、まあ、ぶれることがあってもちゃんと元に戻れる。例えば 3.1 日の時にも、まあ、友人がクリスチャンなんですけど、自分はクリスチャンで真面目にお祈りとかしてきたわけじゃないけど、 3.1 日の時に一応信仰を持っててよかったって言ってたことが印象的で、やっぱりなんかこうすがるものというか、自分の中で信念、信じてるものがあると、ああいう時に強いんだよなと言ってたこと、でそれをやっぱ日本人っていうのは強い信仰っていうのはほとんどの人がないと思うし、
でもそれでもう宗教とか関係なくみんな絶対死ぬから、そこをやっぱりちゃんと自分はいつか死ぬんだっていうところから頭が働き始めると思って、私がそうだったんです。自分のその死っていうものを見つめた時にすごく頭使ってなかったなって気づいたんです。なんとなくぼやーんと誰かにちょっと依存してたり、誰かのせいにしてたり、言い訳しながら生きてた気がして、そうこうしているうちに自分の死っていうのは目の前にやってくるから、自分が自分の責任でその人生を送っているわけだから、そこを真剣に考えることで本当に今の生き方が変わるんだなっていうのを実感した時があって、でそういうのをまあ多くの方に伝えて、自分が完全に納得する人生を送るってすごく難しいと思うけれども、でもより今よりもよりよく生きるために死っていうものを見つめることをお勧めしたい。